こんな感じにちょっとしてほしいよね、上り坂行くと。カメラワーク的な。ケンシロウ階段苦手なのかな、おじいちゃんかな。階段登ろうとすると急に遅くなるんだよケンシロウ。まるでセバスチャンのようだ。ほらここの場所は最高だろ。何ただでコロシアムの試合を見ようと してるってこと。最高だぜ。教会なんかすっげえ並んでるけど、誰だこれ。ラオウではないな。誰だ。どうも誰かいる。ピッチリ着たエロい服装着た女性がいる。何待ちなのあなたたち。まあ現状一生進むことはないだろう。ヒサナ、ヒサラ、ヒサマ様。ヒロインだっけ。ちょっとねファミ通で情報を見たけど、なんかヒロインだったような気もする。ユリアじゃねえのかよ。階段押せ。そんな、あ、コツ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 安全に一段ずつ降りなくても。ケンシロウの弱点は階段だね。トン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 、ヒャッハーどもがいるわ。ここ入れそうだな、黄色いし。入れるけど入れない。まあとりあえず分かったことはこういうことだね、うん、治安最悪、最悪の治安だわここ。龍が如くやってると新宿ってこんなに治安が悪いのかって思うよね。歌舞伎町ってあそこほんと治安悪いよな。ちょっと歩いてるだけでさ喧嘩売られるもん。マップここか。行ってない場所、あと行ってない場所、種もみ屋診療所、トキいそうだ。ここ行ったね。ゲーム屋、もうせっかくだからもうちょっとしかないから全部せっかくだから回っとこうか。弊社行って、ここのバーはあれだね、ここのおじさんのとこだね、車くれた。これとこれがまだだ。種もみ屋と診療所がまだだからここだけちょっと回ろう、せっかくだし。もうすることないかなって思ってたんだけど、これガソリンスタンドか。とりあえずここか。どうぞ。賞金、あ、エデンの凶悪犯を退治せよ。賞金首ハンター。エデンの軍隊であると同時に町の治安を守る役割を果たします。剣士など圧倒的な力を持つ。ああ、なるほどね。いや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 、その辺のチンピラどうにかしろよ。今から喧嘩売られるんだろう多分。お、カモ発見。自警団仕事しろよ。うわぁ、アベシーコネクション8。いや今目の前で絡まれてたんだけど、お前ら仕事しろ。じゃあ種もみ屋と診療所、治安悪い。ヒャッハー言いすぎ。止まらんか、誰が止まるかこのバーカ。種もみ屋、種もみ屋、種も。みすみじいさん、
みすみじいさんはいないのか。みすみじいさんだよね。いらっしゃいませ。あれ、種もみ屋店主だ。水で薄めた洋酒、洋酒エデンオレンジアップルウォーターメロン。種もみ売ってねえじゃねえかよ。種もみないじゃん。ありがとうございます。種もみ屋なのに種もみ売ってねえじゃねえか。家の前、キャッハーがいる、モヒカンがいる。この前、種もみ屋が今日より明日とか、お前が言うのかよ。今日より明日なんじゃ。今が楽しいかどうかに決まってんだよな。今日より明日なんじゃ。さすがにこれはかわせんか。食べ物食うなさい。おっと、多いって。おの持ちまでいるの。ガンガン山梁山。これやるとザコの位置がリセットされるのか。あちゃー、優先だ。動く。あちゃー、はぁ、残骸剣。三秒後、貴様は死ぬ。あ、タオルで。お、初めてのやつ来た。北斗、決死走。えぐい。今外野がさ、石投げてなかったっていう。さあ、最後の診療所。あ、話せる人。あ、この人は。待って、診療所はそこだよ。これ初めて出てきたところじゃん。トキいそうだよね。ケンシロウが見るの？リズムに乗って飛行診療、ケンシロウクリニック。まさかのケンシロウが医者。数少ない診療所です。ケンシロウがこの診療、ああ。タイミングボタンを押すことで患者を次々と癒すリズムアクションゲームってなんやねんそれ。ただし悪党がエデンの平和のため治療も行いますね。トキじゃなかった、ケンシロウだった。あーちゃん、あーちゃん、ほーちゃんって直していくんだ。さあ、最後お前らぶっ倒して終わりじゃ。何見てんだ。臭い息を吐くのはそれくらいにしておいて。はーちゃー。あーたたた。あとはお前の飛行だ。どっかないか、面白いとこ。またこれか。北斗、決死走。さあ、ということでもう終わったな。うん、おそらく体験版で回れるところは全部終わったかな。やり尽くしたな。よし、バック。外はね、どれだけあるかわかんないからね。
もう一回だけ行くか、せっかくだしね。お、ゲーム機見つけたいね。ガソリン完全になってる。おっと、左のあれなんだろう。あ、なるほど、ミニマップのサイズ変更。ドゥーン、絡まれたくないな。なるほど、一応緑のあれでアイテムの位置はあんだ。マップ、思ったより広いか。まあもうね、やることは終わったから行けるとこまで行ってみようぜ。ウガンダハグミのハリガネ、ウガンダハグミは錆びたんです。あ、赤いレアか、もしかして。壊れてないな。お、成功なる鎖。あ、やべ、キャッハーたちの姿が。ミニマップにも映ってるな。そういうのうまくできる感じかな。あいつらマップなしだろうね。キャッハ多いな。燃えてんだけど、ね、これがマッドマックスの世界や。山道に入って行けるのかな。さすがに無理か。無理っぽいな。お、無理じゃない。実際にこうやって多分攻めに行くんだろうな。誰かいるんだろうな、本編だと。ダム、ほつれた糸くずなんか見つかんねえだろ、車乗ってて。ケンシロウ荒野に立つ。これ以上離れるのは、あれ、そんな言うほど歩けねえんだ、バギーから離れて。まあケンシロウすぐ遭難するからさ、そういうイメージ。水って言って捕まっちゃうから。剣法の達人もね、食糧難には耐えられんだよね。剣法の達人だからこそ食糧難に耐えられない可能性もある。燃費が悪いんだよね。敵の位置、ここで終わりかな。この奥とか行けるのかな。結構ガソリン使っちゃったぜ。ブースト使うと耐えるもんだよね。メリメリ減るわ。オリジナルかな、 BGM。さあ、ちょっとこの、はい、どうなってる？あー、このタイヤでは止まる。このタイヤでは、なるほどね。カスタムパーツで、針でも大丈夫なパーツとかあるんだ。あー、絡まれた。あー、事故った。保険金払い多いってだから
逃げれんのかな、そういや。逃げるってあるの？逃げられない。やめてー。現実なら絶望的だな。ケンシロウだから大丈夫だけど。いや、ケンシロウだから大丈夫だけど、現実でこの人数に絡まれたら本当絶望的だよ。お、ダウン攻撃もしてくんじゃねえ。今新しいアクション見た。狙ったやつに飛行つけない。行くぞお前ら。はあ。オブツは消毒だ。フブが抜けていった。炎で焼いたらフブが抜けていったんだけど。トキ、この動きトキ。シャケンの前はもう死んでいる。ラスイ、あ、あの二人いるか。エディン。こいつ守備力高いぞ。デブはやっぱどのゲームも強いよね。思考術。さあ、もうすることないね。帰るか。まあ、体験版でどこまでできるんだって話もあるから、帰ろ。ちゃんとした道路で帰ろう。マッドマックスはね、怒りのデスロードはオーストラリアで撮影してたはずだから、オーストラリアだな。あー、舗装された道路って安心するわ。当たれんのかな。ずっと飛んだ。車の方がやばい。気になるよね。車爆発したらどうなるのか気になるよね。ブーストできねえだけだ。割と大したことない。しかも自然回復だ。割と大したことないぞ。あ、まずいか。バレてない、バレてない。視界取られてない。意外に大したことないね、ダメージ。というかヒャッハーたちいすぎだろ。あれただのブーストゲージだ。あ、だ、地すぎだろ。来てる。あ、帰っていった。ああ、どうやらエデンには近づいてこないらしい。帰ってきたー。ただまあ、さあ堪能した、堪能した。じゃあタイトル画面に帰ってみましょうか。お、そうか、北斗君、よろしくな。最後に宣伝入った。3月8日発売、北斗の拳、龍が如く、北斗が如く。はい、というわけでね、北斗が如くの体験版、割と体験版でもね楽しませてもらったね。まあ本編ではちゃんとケンシロウを鍛えたり、ケンシロウが黒服になったり、診療所で医者になったり、ね、
いろんなことができるみたいなんでね、いやー堪能させてもらいましたが、これは本編を楽しみにしておきましょう。はい、ということで北斗が如くの体験版はこれで許します。ぜひ本編でお会いしましょう。それでは、さようなら。